決めたのはサンフレッチェ広島を応援しています。さあこの後はヒーローインタビューです。今日の勝利の熱いメッセージにご注目ください。
さあ、そしてこれより選手が皆さんのもとへラウンドいたします。今日の勝利、皆さんの拍手で良し、そして声援が、とても大きな力となって、掴むことができました。本日も応援ありがとうございました。また新型コロナウイルス感染防止のため、選手ラウンドの際はスタンド前方へ移動するなど、ご自身の座席から移動することは禁止とさせていただきます。スタンド前方へ移動する通路で観覧するなど、お席から移動することは禁止です。どうぞご自身の座席で選手をお迎えください。スタンド前方へ移動する通路で観覧するなど、お席から移動することは禁止です。どうぞご自身の座席で選手をお迎えください。ご協力よろしくお願いいたします。
熱い応援、本当にありがとうございました。ここからのサンフレッチェ広島の戦いは、来週10月5日天皇杯準決勝、そして10月22日 YBC ワンカップ決勝戦と